はい、ありました。はい、どうも、シンです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日は安全第一ギガノトトラップのご紹介です。まあ、なんぞやっていう話かと思うんですが、ギガノトをですね、今までもいくつか簡易トラップご紹介させていただいているんですが、やはりギガノト回転範囲が広くてですね、誘導難しい部分もありますし、どうしても攻撃範囲が広いんで、だいぶ事故る可能性が高くなってきます。簡易トラップ入り口が狭い部分もあるので、どうしても誘導が難しかったりっていう部分もあると思うので、どちらかというと初心者向けであったり、まだ慣れてない方向けに誘導が簡単で極力事故率を抑えたタイプのトラップのご紹介となっております。今回ですね、2タイプご用意しておりまして、地形に合わせてですねご利用いただければと思います。後半の2つ目の方に関してはですね、スピノも対応しているタイプになっておりますので、最後までご覧いただければと思います。こういった形で普段ですね、トラップ動画、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、まずバージョン1の方なんですが、こちらは柱トラップになっております。柱のみで作る形になりますので、だいぶ地形に合わせてですね、高さの調整であったり、うまいことしていただくこともできます。平らなものであればかなりシンプルに作れるものにもなっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。では実際作っていきますね。トラップ自体は柱だけなんですが、一応間隔取りのために木の三角土台と藁土台を使います。普段は回収しながらでいいんですが、今回は分かりやすいようにそのまま置いたままで作っていきますね。まず三角土台を6個ですね、六角形に置いていただきます。各一辺ごとに土台を置く状態ですね。次に土台にスナップした形で柱置いていただいて、2段で、そこに1マス分でスナップして柱、これを6辺に置きます。高さとかでちょっと置けない場合とかはですね、外側の分に関してはだいたい1マスで置いていただければいいです。まあ、入り口の部分なので内側で捉えて、ここは要は階段的なものになるんで、大体の距離感でも全然大丈夫です。形的にいくとこういう感じですね。中はいらないので壊していきますね。はい、壊しました。実際なければこういう感じですね。一応共通してなんですが、あまりここの内側にですね、段差があると高さ的に超える場合も出てくるので、ご注意いただければと思います。こっちに関してはそんなに2段で、ギガノトに関してはそんなに問題ないとは思うんですが、一応念のため。では実際試していきます。はい、ではギガノトくんですね、誘導していきますね。まあ、通常は飛行恐竜とかで誘導してもらったらいいです。なんか変な動きした。はい、これで入っているかな。はい、中ありますね。結構幅広いんで出そうなんですけど、出れません。こっちですね。ちゃんと中入ってるんで、こっちにいても大丈夫ですね。はい、では打っていきますね。
で今強いライフルで強力麻酔弾でやってるんでライフルでやってますけど、普段ソロでやるときはクロスボウに麻酔矢でやっていただいた方がいいです。まあ、ギガ回復が早いんでね、今回レベル20で低いのもあるんでこのままやっていきますね。はい、寝ました。逃げ出さなかったですね。こんな感じです。以上です。はい、ではですね、続いてバージョン2ですね。こっちはかなりシンプルになってまして、コストもかなり抑えられているものになってます。ただ少しサイズ的にですね、広めに平らなところでないとしんどい場合があるんで、そこだけ状況を見て使い分けていただければと思います。では実際作っていきますね。基本は三角土台なんですが、一応間隔取りで藁土台を買います。藁土台をまず2個置いていただいて、三角土台ですね、もちろん1個ずつ間隔取りだけしてもらったら、取り外して回収していただいたらいいんですけど、今回はそのまましますね。もちろんここもこの状態で置いていただければ間隔取り不要なんですが、一応置いておきます。形的にはこういう形になります。藁土台いらないんで壊しますね。はい、壊しました。続いてですね、両扉枠をこの三角土台につけていきます。1個ずつですね、三角ね。もう内側向き上向きにつけます。こういう状態ですね。これで完成です。はい、では実際試していきますね。はい、じゃあこれで誘導していきますね。通常は飛行恐竜とかで全然いいんで、誘導していただければ、はい、すんなり入りますね。で入った状態であればこんな感じで、どっち向きに対しても抜けることはできません。できません。はい、こっち来てもらっても抜けません。ちなみにこの距離当たるんでね、普通はね。はい、この向きでも抜けれません。こんな感じですね。以上です。はい、ではですね、続いてスピノも試しておきますね。この状態で誘導していただいて、まあ、スピノはもちろん鉄でなくて石でいいんですけど、はい、はみました。でスピノ、まあ、4足歩行でも2足歩行でもですね、この高さでも抜けることはできません。アーク界随一の走破力を持っているスピノくんでも抜けることはできません。足の勝ってるんですけどね、こっちに来ることはできません。ここもそうですね、結構土台埋まってる方なんですけど、これでも抜けることはできません。まあこんな感じですね。一応ですね、スピノくんの場合走破力あるので、結構土台が埋まるところに関しては乗り越えれる可能性があります。あ、今見ていただいた通りこれぐらいであれば抜けれないんですが、まあ、こっちの方がちょっと低いんでね。一応地形のためにスピノくんであればここ2段ですね、
この状態であれば、ピノ君であればここの段差2段にしても抜けれるので、ここ登ってきて中に入るっていうことはできます。段差ちょっと心配でスピノ入れたい場合はこの形でもいいです。多分こっちだけでもいけるとは思うんですが、一応補足です。以上です。この柱トラップの補足なんですが、見ていただいた通りここのスペース広いんですね。ちょっと状況によってはここから抜ける可能性ゼロではないので、心配の方は一旦この柱に一マス置いていただいて、この半マスをスナップしてつける、あとはこれ拾うで2段ですね。一マスつけて半マス拾う、どっちかには半マスでいけるので、これまあ柱の向きなんですけど、この形で置いていただければ隙間ですね埋めることができるので、この状態であればまあ安心してはめていただけるかと思います。まあもちろんここ段差ないんで登れないんで、うまいことを各6本の階段ですね、一マスのやつを乗って中に入るような感じになるけど、一応ですねこれ2つともになるんですけども、注意点としてだいたい回転半径がギガノトと同じなので、サイズ的にですね、で微妙にここをくるくる外側を回る可能性があります。まあ柱の方はここで引っかかったりするんですけど、なのでこれに関してもし周りをぐるぐる回り出したら一旦離れてまた誘導していただければと思います。光景なら特に近くには寄らなくていいですし、結構アバウトな形でも、特にこっちは余裕で入るので、変に回転半径にさえはまらなければほぼ簡単にまっすぐ抜けるだけで入るんで、まあそんな感じですね。以上です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、安全第一ギガノトトラップのご紹介でした。どちらも全方向に対応しているものになりますので、かなり誘導も安心してしていただけるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。柱の方が地形的には対応がしやすいです。もちろんこちらの三角土台、三角屋根の方ですねに関しても少しですね、地形この半径で、ね、ある程度平らでないと置きづらい場合はあったりするんですけども、ここに関してもですね、状況に合わせてご利用いただけますので、かなり全方向な分ですね、まあ、地形に合わせてご利用いただけますので、ぜひご活用いただければと思います。かなりこの形であれば事故ることは少ないかと思いますので、作るのに関してもですね、ほぼほぼスタックで引っ張っていけるので、これに関しては初心者の方でもですね、まあ、特にこの三角土台と三角屋根の方に関しては作りやすいかと思いますので、よしギガノト頑張るぞってなった時はですね、ぜひ試していただければと思います。エスピノの方も、ね、使えるんでね、ぜひご活用いただければと思います。では本日は以上となります。まあ、こういった形でトラップ動画であったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどもお送りしておりますので、まあ、ちょっとでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、ツイッターも始めておりますので、簡単な情報共有であったりとか、こういった発信情報ですね、お送りしておりますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。